がんの治療ではこちらにありますように手術、放射線による治療、抗がん剤による治療の3つの柱に加えて、昨今ではこちらの免疫療法に注目が集まっています。こちらの免疫療法の新しい薬が開発されて、その仕組みを発見した京都大学の本庶佑特別教授が2017年のノーベル医学生理学賞の受賞候補になるなど注目されました。残念ながらノーベル賞の受賞にはなりませんでしたが、臨床応用は広がっています。今回はその免疫療法についてお話を伺ってまいります。埼玉県立がんセンター呼吸器内科の酒井博さんです。今日はよろしくお願いいたします。新しい免疫治療薬オプジーボについては、治療効果への期待や高い薬剤費などさまざまに報道され注目されました。さて先生、そもそも免疫療法というのはどのような治療なんでしょうか。はい、まず免疫とがんの関係についてですけれども、細菌とかウイルスなどの病原体が体に入りますと、これを取り除こうとして攻撃して私たちの体を守るのが免疫です。がんは私たちの正常な細胞が異常をきたしてがん細胞となり、それが増殖してできます。我々の免疫はがん細胞を異物とみなして、これを攻撃して取り除く働きをします。この免疫の力を利用したのが免疫療法であります。はい、その免疫療法、これは新しい治療なんですか。はい、実は免疫の力を利用してがんを治療する研究というのはもうかなり前から行われてきました。しかしがん細胞というのは免疫の働きに対してブレーキをかけているということが最近分かってきました。従来の免疫療法というのは車の運転に例えますと、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態であったわけであります。はい、アクセルとブレーキ、こう一緒に踏んでしまったら前に進まないですよね。こうブレーキを外してあげればいいような気がします。はい、そのブレーキを外してやるという治療が、オプジーボであります。はい、このブレーキが解除されることで免疫の働きというのはがん細胞に妨害されることなく再び活発になり、がん細胞を攻撃してくれます。現在唯一治療効果が証明されていて保険で適用になっているのが免疫チェックポイント阻害薬と呼ばれている薬剤でありまして、商品名はオプジーボで、一般名はニボルマムと言います。このオプジーボは日本が研究開発して創薬した全く新しい薬でありまして、点滴で投与します。はい、どんな患者さんが対象になりますか。はい、現在はですね、手術とか放射線による治療が難しい患者さんが対象になっておりまして、まず一番最初に使えるようになったのが悪性黒色腫という、ほくろのがんです。その後、我々が使っている肺がん、非小細胞肺がんという肺がんですけれども、それから腎細胞がん、それから悪性リンパ腫、それから頭頸部がんで、使用が認められました。また最近では9月に胃がんでも保険適用になりまして、さらに現在ですね、それ以外のがんでもたくさんの効果を証明する試験をたくさんしていますので、今後対象の患者さんは非常に増えてくる見込みであります。はい、ではこの薬を使った患者さん、どのような効果が出ているのか、先生の症例でご紹介いただきましょう。はい、こちらです。これは私 の、 担当患者さんですけれども、これが治療開始前の状態で、左の肺のですね、ここに心臓がありますけれども、心臓の横に大きな腫瘍があって、左の肺には全く空気が入っていない状態であります。でオプジーボを4回投与した8週間後ですけれども、腫瘍はもう非常に小さくなって左の肺に空気が入り出していて、16週間後には腫瘍はほとんど消えているということで、現在も2週間に1回オプジーボを投与中の患者さんです。それだけのこう結果を聞くと、すごくこう期待が先行しがちなんですが、注意しなければならない点ですとか、私たちが知っておかなければならないこと。はい、そうですね、私どもの病院では保険で使えるようになって肺がんの患者さんに約170例使っていますけれども、がんが半分以上縮小したという走行という患者さんは約 30% ぐらいでした。ですから、使っても効果のない患者さんもいらっしゃるわけで、それが現在の課題になっています。
でもう一つの課題としましては、免疫細胞に対するブレーキが外れちゃうわけですので、免疫細胞ががん細胞だけじゃなくて体の中の正常な臓器を攻撃しちゃうこともありまして、それがこのお薬の、副作用と言われていて、過剰免疫反応というふうに言われています。そしてもう一つ、冒頭でも私言いましたけれど、治療費が高いということでかなり報道されていましたが、そのあたり気になりますよね。そうですね、これからたくさんのがんの他のがんの患者さんにも使えるようになってきますと、当然国の経済的な医療費に対する圧迫というのがあるわけで、おそらく国の方で薬のお値段をこれからさらに下げていくとかいうことも起きてくると思います。また個人負担というのは高額療養費制度というのがありまして、国の仕組みで支援されていて、一定額以上の個人負担というのは免れますので、全額お支払いいただくわけじゃないので、よくこの高額療養費制度というのをご利用になっていただいて、個人負担できるだけ少なくして治療に臨んでいただければというふうに思います。はい、海外の学会に行ってですね、見てくるともう本当にたくさんのがん種で今臨床試験というのも行われていて、かなりいい成績を示しているデータもありますので、おそらくこれから5年後10年後にはですね、がんの患者さんの治療で最も使われるのがこの免疫療法であるというふうに言われています。できる限り、完治を目指せるような治療になってくれればというふうに思っています。はい、今日は埼玉県立がんセンター呼吸器内科の酒井宏さんに、保険適用になっている新しい免疫療法についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい。